ポニャトフスキ家の牛の紋章スタニスワフ・アウグスト、ポニャトフスキ・ユゼフ、アントニ・ポニャトフスキ・ポニャトフスキ家の複数系だが、男女を共に包括するは、ポーランド貴族の家系。中流シュラフタから身を起こし、元老院議員や国王を輩出して、18世紀から19世紀のポーランド氏に重要な役割を果たした。 一族に関する記録は15世紀中央の1446年頃まで遡ることができ、ルブリンから西に 40km のポニャートオーバの住人であったことがわかっている。加盟は同地に由来する。ポニャートオーバにはいくつかに枝分かれしたポニャートフスキ家の人々の住居があった。また、ポニャートフスキ家はイタリア貴族と血縁関係にあると主張してきた。イタリアの貴族、 トレッリ家の一員、ジュゼッペ・サリングエラという人物が、17世紀半ばに、ポーランドに移住し、アルブリフト・ポニャトフスキとアンナレ・シチニスカとの間に、生まれた娘と結婚して、ポニャトフスキの名を引き継いだというのである。現代の歴史家たちはこの言い伝えの信憑性には、疑問を抱いている。とりわけ18世紀のポーランド貴族たちの間では、イタリアに縁者を持つことがもてはやされていたためである。 1764年9月7日、ボーラで一族の一人、スタニスワフ・ポニャートフスキが国王自由選挙で国王に選ばれた。これに伴い、同年の大寛議会で、ポニャトフスキ家は、公の称号を授与された。現在、ポニャトフスキ家の人々は、ポーランド、アメリカ合衆国などの諸国に在住している。また、フランス、パリ近郊のコミューンであるリラダンでは、 ミシェル・ポニャトフスキ以来、子、孫の三代にわたって、ポニャトフスキ家出身者が市長を務めている。ありがとうございます。